コミエンソよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、また僕のフットボールってサイトから質問が来ましたので、それについてちょっと答えていきたいと思います。で、今セレッソで活躍している柿谷選手は、ドイツのブンデスリーガに行ってもダメだったと思いますかっていう質問が来たんですけど、それについてはどうでしょうか。そうですね、ちょっとボーフムじゃないバゼルに移籍するときに、ドルトムントの噂とかも出てたと思うんですけど、単直に言っちゃうと多分上位クラブでは通用しないタイプなのかなっていうのを書きたい理由は思ってて。なるほど。で、根拠としていくつか挙げると、まず大阪として起用してもらわなきゃいけない、これはもうドイツでっていうかヨーロッパでやっぱり大阪で使ってもらおうと思ったら、かなりの結果を残さないとチームの大阪にはなれないので、大阪で使ってもらわなきゃいけない。それから代表では結構ワントップで起用されてたんですけど、体が強いタイプでもないので、彼の最大の特徴はやっぱりディフェンスラインの裏に対する強さ、そういうポジションのが一番生きるのは、セカンドトップ、だからセカンドトップでかつ王様で使ってもらえるチームってなると、必然的にやっぱりブンデスリーガだと下位クラブでギリギリどうっていうのが正直なところ。なるほど。あと、現在下位クラブっていうとですね、日本人も何か在籍しているハノーバーと、フランクフルト、あとブレーメンが一応その、残留争いに巻き込まれているチームなんですけど、この辺りだったら王様として使ってもらえるだろうという感じですかね。当たらないですか。そうですね、ちょっと。なるほど。当て上げてみないとわからないっていうのがかなりあるので、そうですね。それよりも、ひょっとしたら、プレミアの会とか、プレミアの2部のチャンピオンシップとかなら、もしかしたら強さとかで対応できるかってなると、やっぱりそこはでも引っかかっちゃうのかなとは。だ戦術はハマっても、柿谷自身がリーグに適応できるかっていう問題が今度出てきちゃうので、彼は、Jリーグで
シリアとか相手なんで、全然判断材料にならないっちゃならないんですけど、うんうん、まあ、ちょっと、ちょっと面白いなってことは見てるので、なるほど。そうか、ツートップ使い始めたら、必然的に多分かけたりのチャンスはあると思うので、うんうん、なるほど。まあ、ツートップだったら、マカガーとかよりは、かけたりの方がフィットするってことですね。まず、海外復帰することよりも、J リーグでまたしっかり結果を残して、代表復帰を目指す方が、先決だし、現実的なことなんじゃないのかなと思います。なるほど、わかりました。今日はありがとうございました。僕らに語ってもらってことがあればコメントください。よろしくお願いします。